速報、和田アキ子の新提案、喫煙所増設を求める理由とは、喫煙者の声に耳を傾ける。歌手の和田アキ子さん73が16日 TBS 系アッコにお任せに生出演し、喫煙者への理解を求めました。番組では7月の東京都知事選挙に関連して、次の都知事に求める政策について街の声を取材。その中で喫煙場所をもっと増やしてほしいという意見が取り上げられ、和田さんは自身の見解を述べました。和田さんは、禁煙に成功しているものの、タバコを吸っている人が堂々と吸える場所があってもいい、だって売っているんだからと話しました。これに対し、お笑いコンビぺこぱの松陰寺太夫さんは喫煙者として現状を代弁。10分の休憩時間にタバコを吸いに行くと、戻ってくるまでに10分を超えてしまうことがある。喫煙所が遠いからだと語りました。またスピードワゴンの井戸田潤さんも、喫煙者はかなり追いやられていると指摘しました。和田さんはさらに、私は元喫煙者だから、タバコを吸っている人の気持ちがわかる。やめてよかったとは思うけれど、売っている以上吸える場所は必要だとコメント。井戸田さんも、喫煙スペースに入るために並んで待っている人もいるし、そのためにこっそり吸う人もいると現状の問題点を挙げました。コメント。確かに喫煙に対する規制は非常に厳しいものがあります。アルコールに関連する事件や事故は多いですが、タバコによる問題はほとんど聞きません。しかし喫煙者の数が減少しているため、厳しい規制が可能になっているのでしょう。もしアルコールに増税がかかれば、大きな反発が予想されます。それに比べ、タバコも多額の税金を支払っているため、喫煙者が安心してタバコを吸える場所が確保されるべきだと思います。もちろん喫煙者には最低限のマナーを守ってもらうことが前提です。私はタバコの匂いよりも飲酒後の酒臭さの方が苦手です。仕事中に喫煙所から戻ってきた人がタバコの匂いをさせていても、吸ってきたんだなと思うだけです。しかし残業後の終電間際の電車で酒臭さに耐えられないこともあります。ちなみに私も年に数回は外食して飲酒しますが、絶対に深酒はしません。また自分が不快に感じるので、飲んだ後はタクシーを利用し、車内の匂いがこもらないように窓を少し開けて換気しながら帰宅しています。タバコの匂いだけを過剰に非難する必要はないと思います。喫煙所を増やすことには賛成です。 JT と厚生労働省は路上喫煙を防止し、指定の喫煙場所を設置する責任を負うべきです。さらに吸い殻のポイ捨てを禁止し、罰金を課して公共の場の汚染を防ぐべきです。もしそれができないのであれば、タバコの販売責任者である JT と厚生労働省が定期的に吸い殻の清掃を行うべきです。禁煙派が匂いが嫌だや経済的に負担になるとしてタバコを嫌うのは、愛煙家でも理解できる点です。しかしタバコが肺がんの原因であるという主張には納得できない部分があります。なぜなら喫煙率は年々減少しているにもかかわらず、肺がん患者数は増加し続けています。このことはタバコが肺がんの主要な原因である可能性は低く、他の要因の方が大きいことを示しています。タバコと肺がんの関係を探ろうとすると、喫煙率が下がったため肺がん患者が増えたと言っても過言ではないほど逆の関係が見えてきます。肺がんの主な原因は他にあることが明白なのに、タバコに全ての責任を押し付けるのは理解に苦しみます。正直なところ、タバコを規制するよりもアルコールを規制する方が社会にとってはるかに建設的ではないかと思います。私はタバコの匂いが苦手なので禁煙派ですが、喫煙所の重要性は理解しています。ニコチン依存症のために喫煙場所がなければ外で吸う人も出てきます。しかし喫煙所のすぐ近く、例えば1メートル手前でタバコを吸っている人をよく見かけるのは解せません。喫煙所の中が混んでいないことが見える場合でもです。理想的には風で匂いが流れないようにするために、喫煙所をかなりの高さで囲ってほしいと思います。タバコ税は国税で1兆円、地方税でも1兆円、合計で2兆円の税収をもたらしています。これを消費税で補填しようとすると、消費税率を 1% 上げる必要があります。その分の負担を覚悟してから批判すべきです。よく医療費が増えるからという反論を耳にしますが、実際に医療費が減少するのは数十年後のことです。そのため急激な変化を避けるためにも、徐々に対応することが全体にとって最適だと考えます。副作用を防ぐ良い方法があればいいのですが、私も5年前にタバコをやめました。その理由の一つに、コロナ災いで喫煙所が次々と閉鎖されてしまい、吸う場所がなくなったことが大きかったです。現代では歩きタバコはあまり良いとは思いませんが、そのために喫煙所の整備が必要だと考えます。
私は医療従事者として喫煙が様々な病気のリスクファクターであることを学び、それに納得しています。自分は喫煙しませんが、愛煙家同士がタバコを吸いながら楽しく会話することがストレス解消につながるのであれば、それも悪くはないと思います。ただそれによって愛煙家を追い込む必要はないとも思います。数年前に私も禁煙に成功した経験がありますが、その一因として喫煙場所の減少がありました。タバコは販売されていて高い税金も支払っているのに、最近の喫煙者に対する排除は過剰だと感じます。公共の場や飲食店、ホテルの客室が禁煙になるのは良いことだと思います。一方で飲酒に関しては規制が甘いと感じます。煙は非喫煙者にとって不快かもしれませんが、酔っ払いの方がより迷惑で犯罪につながるケースも圧倒的に多いです。ですので飲酒に関する規制もより厳しくしてほしいと思います。酔っ払って記憶がないとか、飲酒運転に対してはより厳しい罰則を求めます。私は個人的にはタバコは吸わないが、最近の禁煙の風潮はどう起こしていると感じる。わずかに設置された喫煙所でちゃんと座ってタバコを吸うこともできず、立ちっぱなしで吸う姿を見ると彼らに同情する気持ちになる。飲食店が原則禁煙になったことも明らかにやりすぎだと思う。各店舗が喫煙かか禁煙かを自由に決め、それを入店前に明示する義務があれば十分だったと思う。日本はタバコを販売しているにもかかわらず、出先では極端に喫煙できる場所が少ない不思議な国だと思います。実際海外からの観光客の喫煙者は禁煙区域を守れていないことが多いですね。日本も屋内での受動喫煙を禁止する国の法律ができましたが、その前に都道府県が設定した路上喫煙禁止の条例が残っている地域もあります。国の法律ができてから路上での喫煙が完全に禁止されたり、自治体が厳しく取り締まるようになったところもあります。歩きタバコが良くないとされるのは理解できますが、屋内であれば立ち止まって灰皿を持ちながら吸うことができるのが国際的な喫煙の基準だと思います。かつては喫煙所で社内の重要な決定事項が行われることもあった時代がありましたね。今でも重要な事項の整合性を図るために役員クラスや部長クラスが意見交換を行っている様子が耳に入ってきます。喫煙所でタバコを吸いながらの会話からは社内の様々な情報が漏れ聞こえることが事実です。もちろんタバコを吸わない役員や部長もいますので、昔とは状況が異なるかもしれませんが、私は禁煙家なので正直言って喫煙場所がなくなっても全く問題ありませんが、法的に認可され販売されているタバコを好む人々がいること、そしてそれが税収にも貢献している現実があります。そのため喫煙場所の整備は日本タバコ産業 JT が主導してしっかり行うべきだと思います。また路上や側溝にタバコをポイ捨てする行為に対してはより厳格な罰則が必要だと考えます。公共施設や大学などで全面禁煙が進んでいる一方で、路上での喫煙やポイ捨てが増えている印象を受けます。大きな公園など一部の場所でまだ喫煙スペースが残っていますが、 JT が街中に喫煙専用のカフェやバーサロンスペースのような場所を設けることを提案したいです。指定されたスペース以外での広場や公園などの公共エリアや路上での喫煙は禁止にすべきです。